感じで、銘柄口当調整などを、行います。こんにちは、清水和夫です。やってきましたダイナミックセーフティテスト。実は今回は茨城県にあります、日本自動車研究所のテストコースに来てますけども、実はこのダイナミックセーフティテストを最初に始めたのが、茨城県のつくば市にありました、日本自動車研究所のテストコースでした。ちょうど当時と同じようにここに高速周回路があって、ここに広場があって、なんかその辺の芝生の作り方もですね、全く同じ景色なんですね。ですからその当時は確か今からもう21年ぐらい前だったと思いますけども、私たちがこう手作りでなんか日本車の安全性を高めるためのテスト評価ができないかということで、いろんなことを模索しながらやり始めた当時の思い出が懐かしいなと思います。当時の日本車は実は安全性という部分において衝突安全も走りの安全性もやはりヨーロッパの車に実は大きく離されていたんですね。でそういった危機感を感じて、ナビという雑誌で、テストしたのが、元々の始まりだったわけです。今はこの動画サイトで、いろいろとダイナミックセーフティテストを続けて、あとは私が連載で寄稿している、ロボランカートップという雑誌にも様々な車のテストレポートを出しています。今回は、最近登場した最新の内外のニューモデル12台を集めて徹底的にテストしてみたいと思いますけども、ご覧になって個々の車が、それぞれに個性的で、例えば完全にこうカーボンボディの電気自動車もあるし、ハイブリッドはもう当たり前のようにあって、そしてなんとディーゼルエンジンも出てきて、エンジンもそのダウンサイズング系が出てきたり、様々な自動車技術が入ってきてます。もちろん予防安全技術では高度運転支援と呼ばれる、半自動操縦のような技術もすでに実用化されてきてますので、どれだけドライバーを車が助けてくれて、危険な領域に近づいたらいち早く元の安定した状態に戻してくれるのか、そういったところも非常にテストの中身としては評価していきたいと思います。プログラムはいつもと同じように加速減速ダブルレーンウェットの旋回ブレーキ、最近この DST のウェットの旋回ブレーキで相当厳しいレポートもしてきたので、悪い成績を得た自動車メーカーはやはり課題が明確になれば完全にそこをキャッチアップして直してくるんですね。ですから最近なんかちょっとあれっていうような車も少なくなってきているので、またレベルが上がってきたなっていう気がしてます。果たして、なんか逃げる欧州車、追いつく日本車みたいな、自動車技術の戦いになってますけども、日本車のレベル、あるいはヨーロッパ車のレベル、世界のレベルがどういったところにあって、日本車がどこにそこに追いついていけるのか、そういったところも評価していきたいと思います。加速性能は、トルコ AT なので発進がすごくスムーズで、ブレーキ踏みながらスロットル踏むっていうのはできるんですけど、ツインクラッチだとそれがなかなかできなくて、発進が結構エンジンストールしないでグッとこういけるので、すごく楽でスムーズで、速い、あと、シフトチェンジもつながりがいいので、だいたい0-100、8秒ぐらい、8秒ですね。C200 のパフォーマンスとしたら十分速いかなと思います。でブレーキが前のもうメルセデスと違って、この C からものすごく動力がガチッっていう感じで、レーシングカーとしても見てもしっかりした踏み応えだなっていうような剛性感があるので、どんとこいっていう感じで、
実際の減速 G はまだ計算してないんですけど、まあ、大体 1G は超えたかなって感じなので、まあ、よく止まってますね。すぐにエンジンかかるね。7000まで回る。おお、早いわ。加速はあの350の V6 なんで、まあ、パワーがあるんで、まあ、発進と同時にもエンジンがビュンってかかっちゃうんで、ほとんどエンジン性能で加速してるんですけど、ブレーキはやっぱ止まんないですね。エンジンの加速力に対してブレーキは全然止まんない。でも踏み始めた時の最初のこうビルドアップ感がなくて、スーッとこう間延びするような感じで、最後も ABS が働いてるんですけど、もうなんかその ABS も荒っぽくて、ペダルも奥の方まで入ってってしまって、一体止まるのかなみたいな、こういつ止まるのかなっていう不安になるんですね。高速周回路は本当に静かでスタビリティ高いし、ロードノイズがほとんど出ないですね。あとまあちょっとレーンキープやってみたんですけど、今日はここ破線が二重になってるので、少しコンピューター戸惑ってるようなところありますけど、ウォーニングだけはしっかり出てます。ステアリングホイールがこう振動が起きて、ドライバーにレーンをこう逸脱するよっていう警報だけは鳴らしてくれてますね。実際にこうパワーステアリングの反力で元に戻す制御がついてるんですけども、まあ、ここのレーン ではちょっとそれが実際行われてないので、まあ、これはちょっと白線の関係かなっていう気はしてます。今日ここは路面がいいので、なかなか高速の乗り心地とか実は評価できてないので、まあ、フラットなので、まあ、普通に100キロから140キロぐらいのスピードでは、まあ、可もなく不可もなくで、安心して快適に走ってます。高速走行は、まあ、そんなに限界までいかなかったら、いいところがあるとしたら、このバイワイヤステアの、その本当にこう緩い高速のレーンを走っているときは、いわゆるこうステアリングのヒスがないので、まあ、こうダイレクト感というか、ちょっと BM のミニみたいな感じの、ゴーカートみたいな感じの走り味なので、まあ、これは、まあ、新しいインフィニティの走りだっていうことで、差別化はできるような気はするんですね。メルセデスとかアウディとかレクサスと違って、これはインフィニティだよって。だけど G が高くなってくると、今度このバイワイヤステアがあるところは非常にトゥーマッチにゲインを出して、あるところは急にダが抜けたりするので、
抜けるのはそのステアリング機構というよりもやっぱりそのベースになるタイヤとかサスペンションでタイヤのやっぱ接地力がなんか急に失われるようなところもあるみたいなので、まあサスペンションもちゃんと適正化されてないし、ハイテクの方も車のそのベースの技術にきちっと合わされてないし、とにかくもうなんか部品くっつけて土壇場になって仕上げたプロトタイプのプロトに乗ってるような感じで、とてもじゃないけどこれを世の中に出すなんていうのはもう飛行機の上から飛び降りるぐらいの勇気がないと出せないはずなんだけど、もうカルロス・ゴーンとアンディ・パーマー何考えてんだってちょっと言いたいね。コーススタイルで行いますので、この上司終了したから黒が手に入れるとか、はい、はい、キラキラあキラキラキラ、あ全く今までのメルセデスは ESP を早めに効かせて速度を落として、その絶対安全の中で、まあ、処理するという考え方だったんですけど、この C はかなり、スポーツカーのようにその高い車速のまま効かせるようなアジリティなこうステアリングと車体 の、 まあ俊敏なこうステアリングがあってもリアのスタビリティがついてこれないと結局破綻きたして最後は ESP のお世話になっちゃうんだけど、 ESP がガガガってこう思いっきり入ってくるわけでもなく、最小限に ESP の制御を抑えて、なんかベースのタイヤサスの能力で、高い車速で通過できますね。で2回目はもうほとんど100キロで進入して最後軽くブレーキ踏んだので90キロぐらい落ちたかなっていうところで急ハンドル切ってるんですけど、破綻しないで隣のレーンに行けて、そこからもうアクセル踏みながら、元のレーンに戻っていく。今まではもう ESP が働くとちょっとスロットルの方も制御がお仕置きっぽくされてたんですけど、まあ、この C はかなりそういう意味で攻めてる ESP かなっていう気がしますね。まあ攻めてるというかあんまり必要以上にお仕置きはしてないという感じで、それはベースのタイヤとかボディサスのアジリティ運動性能が、まあ、高まったからなのかなという気がしてますね。まあ、いずれにしても、シートのホールド性とかもう全部が運転しやすくて、車もドライバーもパニックにならないで済む感じの走りでした。なんだこれ途中でステアリングが重くなったり軽くなったり、なんだこれやめて。なんて言っていいの。もうダブルレーンでバイワイヤーステアがもうちょっと切っただけでバーンってこう横 G が出て、その後なんかいきなり知らんぷりされてステアリングが抜けちゃったり、今度急にハンドルが軽くなったり重くなったり、もう何がなんだか分かりまへんがなみたいな感じで、
もうこれはなんかもうコンピューターが途中で暴走しちゃうんだね。もう全くこうドライバーはこの車がどこに行くんだか、あの全く予想つかない感じです。まあ、日産マジかよって感じ。だからこれは多分いろんなハイテクユニットをただくっつけただけで、あの誰も今みたいなテストしてないっていうのが、もししてたら絶対こんなの世に出せられないはずなんだけど、もうどうなっちゃったのみたいな感じですね。はい、ライトオン104、ライトオン104、ライトオン104、メタル104でございます。104でございます。はい、行くよ。101.67。3で行くわ、はい、メーターも、3% になってきたな。メーターの精度も上がってるよ。はい、ライトオン103。はい、ステアリング先。101.07。 47m。はい、C クラスのウェットの旋回ブレーキですけど、まあ、予想通りというか本当に何も起きなくて、まあ、だいたい実測101キロで制動距離45から47メートルの2回の間でしたけども、ライントレーサーもビタッとこうインサイドについてますね。でどちらかというとあの、ストッピングパワーよりもライントレース、ステアリングを優先しているようなその設計思想があるかなというのを感じるぐらい、打の利きはもう本当にこう半径 50m のラインに対して正確にステアリングがまあトレースしていく、まあ、そこに合わせて制動力があの、まあ、ほぼほぼマックスでこう出ていく。だからタイヤのこう摩擦炎理論をなんか超えてタイヤの能力が無限にあるような感じがするぐらい、限界でタイヤの性能をきっちりとですね、まあ、引き出してるなという感じがします。 ABS もあのペダル振動は少なめですけども、あの前みたいにこう、アクチュエーターの音がしたりとかもそういうところも高級車にふさわしくて静かで、不快な振動もなくて、最低限ドライバーに ABS が働いたよっていうのが分かるだけの、まあ、ペダル振動でしたね。それとステアリングの手応えもしっかりしてるし、まあ、およそこう電動パーセとは思えないぐらいあのこう骨太な感じがします。タイヤのウェット性能も悪くないし、まあ、この新型 C クラス18インチのランフラットタイヤを履いてますけども、まあ、ほとんどこのウェット旋回ブレーキでは、100点に近い満足できる値でした。ディストロニックももうクリック一発で設定できるんですね。で他の車だいたい2回スイッチを触らないと設定できないんですけども、それもステアリングホイールから両手を離さないで余ってる小指でできるので、まあ、よく親指でやるパターンがあるんですけど、これは手が離れてしまうのでこういったところも人間工学的にあのよくできてるなと思います。ディストロで設定速度103で、実測101キロぐらいですから、100キロの誤差も 2% しかなくて、日本車ちなみに6から 7% 誤差持ってるので、まあ、そのメーターの精度も上がったなっていうあの印象があります。やはりこう C クラス何か新しい基準を作り上げたなっていう感じでしたね。はい、ライトオン105、ライトオン105、99.68。一瞬フロント逃げてもう一回来るね。だけど ABS が荒くて
なんかペダルも奥にグーッといっちゃうし。スカイラインハイブリッドのウェットの旋回ブレーキです、テスト結果だけで言うと C クラスとほとんど同じですね。ストッピングパワーというか止まった距離も最終的な止まったライントレースの位置も同じなんですけど、でも軌跡が最初ちょっとフロントが外に逃げて、減速し始めた頃にもう一回内側に入ってくるという意味では、その 50R の旋回に対して綺麗なその曲率で、ライントレースしてるわけじゃなくて、一回やっぱフロントが逃げてもう一回元に戻るみたいな多角形コーナリングみたいな感じなんですけど、まあでも結果的には同じような制動距離なので、まあ、そこは合格点を与えることができますけど、ただ性能のその数値とそのドライバーが感じる部分でいうと実はかなり大きな乖離があって、例えば ABS 一つ取ってもスカイラインの場合はブレーキのペダルがかなり奥の方にスッと入っていって、そこで ABS がこう働くんですけど、その働き方がかなりこう荒い感じで音も聞こえてるんですね。だからそういう意味でドライバー慣れてないドライバーだとちょっとびっくりしちゃうんじゃないかなというような、最低限 ABS が働いたよってことを教えるだけでいいと思うんですけども、派手にペダル振動すると、ドライバー戻してしまうんじゃないかなっていうぐらい、ちょっとドキッとするようなペダル振動なんですね。あと、ステアリング切って2回目はちょっとステアリングを早め先に転打して、その低迷誤判定の ABS のロジックがあるかどうかを見てるんですけど、そこはうまく回避してるんですけど、やっぱステアリングを先にこうダを当ててブレーキ入るとフロントがちょっとやっぱり逃げ気味になるので、その辺のこうタイヤのウェットグリップなのか、サスなのかシステムの問題なのかはちょっと分からないんですけども、数値の非常に C クラスと同じような性能のデータは出てますけども、その裏側に、潜んでいるこうドライバーが感じる部分 のフィーリングでは、ちょっとそのドライバーに決して優しい感じではなかったなという印象を受けます。ですから一昔前 のハイテクカーというかハイブリッドとか、そういうハイテクを使った車にありがちな、人間 その感覚に合うインターフェースはまだ持ってないなという感じですね。クルーズコントロールですけども、105キロ設定で実速99なので、やはり 6% 弱のメーターのばらつきがあるのと、あと5キロ単位じゃないと、設定できないんですね。100、105、110となるので、その間の細かい数値が設定できなかったところもちょっと ACC としては使いにくいなっていう感じがします。あとステアリングホイールの親指でこう操作するので、どうしてもこの右手の親指のところにスイッチが5つぐらいあるので、どうしても見てしまいますから、この辺は直感的に操作できる、メルセデスのレバーのクリックタイプの方が運転中のいわゆるディストラクションの問題はないと思いますね。こっちの方がなんかこう探してしまうので、インターフェース系はあまり良くないなと思いました。